食堂オリジナルメニュー企画。ちっちゃい。ちょっとやっぱ食堂なんでですね。ちっちゃいですね。ちょっと控えめにということで、はい、前回一回やったと思うんですけど、2人で食堂でオリジナルメニューを考案して、それを実際に商品として出してどっちが出るか対決しようっていう、はい、このシリーズ2本目ですかね、はい、今日は実際に2人が考えたメニューをこの間YouTube のコメント欄で投票してもらって、ありがとうございました。投票の結果とちょっとまあ食堂の方とも相談して、はい、あの中の一品を実際にその形にしたのを出しますんで、うん、微調整をしていただいて、はい、今日はじゃあ直したりもうちょっとこうしてくださいとか言っていいってことですね。そうです、そうです、そうです。やっていこう。やっていきます。はい、じゃあ1品目はみかんちゃんの方ですね、はい、おお、え、ボリューミー、おいしそう、めっちゃボリューミーじゃないですか。 あれ3つも、待って、待って、これ嬉しい、私しそう、これは絶対にあるやつ、日替わり、いや、もうこれはこれを固定にしました。え、嬉しい、私が、な、え、揚げなす好きだからですか、言ったからですか。揚げなす言ってたんで、これに最初添えようかと思ったんですけど、まあ、難しかったので別にこれはこれ固定で、天才、あ、もう採用、採用です、はい、じゃあもうこれ最高です。どうですか、実際想像してたイメージと。え、より豪華です。より豪華、はい、見た目めっちゃびっくりしております。私今こんなに大きいと思わなかったし。で、今日はその、まあ、よりみかんちゃんのそのオリジナル感を出してもらうために、はい、あのタレを3つ用意したんで、そこから選んでもらおうと思って。私もともとあっさりポン酢系みたいな言ってたんじゃないですか。そうですね、右からポン酢、これがポン酢、はい、でそれが宮城オリジナルでポン酢とごまだれがなんか混ざった。美味しそう、絶対美味しい。で、一番左が、和風ソース、和風おろしソース、これも美味しそうなんですよね。え、これは1個に絞る、1個に絞ってください。実際どうぞ食べてみてください。つけるシステム、かける、あ、本当はもう多分かけられると思うんですけど、つけます今日ちょっと、はい、美味しそう。お野菜たっぷりですね、はい、じゃあシンプルプルからいきます。いただきます。ポン酢、うん、うん、え、おいしい、おいしいです、うまっ、めっちゃおいしい、想像通りです、想像通り、よかったよかった、描いた通りの味、お肉柔らかいし、しかもキャベツバシバシだったら嫌だなと思ってたんですけど、うん、ちゃんと柔らかく茹でてくれる食べやすい。キャベツ柔めがポイントですかね、うん、やっぱこれはポン酢とごまだれ、ごまだれベースみたいな感じですかね。いただきます。うん、ポン酢の勝ちじゃん。ポン酢、うん、おい、めっちゃサラダっぽくなった。あー、ふんふんふん、美味しいけど、うん、でもしゃぶしゃぶとかごまだれで行く人はこれかも。あー、そうだね、うん、なんでごまだれにしたかっていうと、はい、作ってくれる人と話したんですけど、やっぱご飯定食なんでちょっとご飯が進む方がいいんじゃないかっていうことで、ちょっと濃いめ。あー、うん、なるほど。それもポン酢も入ってるんですよね、ごまだれとポン酢みたいな。え、でもごまだれも全然ありですよ、ありなんだけれども、え、好みですよね、これ完全に。でもこれは何だっけ、和風おろしです。和風おろし、絶対美味しい。お願いします。うん、うん、美味しい、うん、ご飯進むならこれ。ステーキソースっぽいです。まあちょっと敵ですけど、ピーちゃんもちょっと味見してみたら、うわ、迷う、3種類じゃダメなの。いや、3種類は出せない、毎回。いやいや、違う違う違う、ごめん、日本人すぎん。そういうありがとう、いただきます。ポン酢です。これでお腹いっぱいになって自分の食べれる。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。おいしい、うん、美味しいよね、うん、ポン酢はもうね、間違いないです。まあまあまあね、問題はこいつなんですよね、ごま、ごまね、ごま、ね、急にサラダっぽくなるから。けどピーちゃん結構男寄りですもんね、多分好み、食の濃いめが好きだったりとか、辛いもの好きですね、うん、うまい、うまい、全然パッチない。うわ、分かれる。うわ、どうしよう、分かれた。このごまだれをもうちょっとポン酢感強くしてもらうとかでもいいってことですよね。あ、いけます、いけます、いけます。
ポン酢結構うまいよね、うん、ちょっとステッキっぽくない？うん、レアなピーマン。うわ、私もこの2択なんですよね。これめっちゃ美味しいけど、うん、多分飽きると思う、この量だと。あと、まあ変えれるところで言うと、そのゆで野菜を、うん、あのリアルサラダ系の生野菜にすることはできます。コンビニとかに売ってあるこういうやつがあるんですけど、うんうん、もやしが多いんです。もやしとこの豚肉で、ね、キャベツの量を減らしてもやしを増やしてほしいって言ってください。これはなんかさ、甘みが強すぎたかな、うん、なんかあったかいものに合いそう。この肉じゃないの多分。あ、そう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 、ステーキとか、そうそうそう、つけハンバーグとかにも合いそう。あ、すいません、ピザのもできたんで、ちょっと同時進行で。はい、うわ、かわいい。ムライスプレートです。え、かわいい、ね、卵の感じやばね。みやき、特製ケチャップなんで、ね、え、特製だって。うわ、結構いきますね。いや、私ね、もう病気ぐらい濃い味じゃないと。いやいや、全然言っていいね。いただきます。うわ、なんかさ、この内側にチーズ入れたくない？あ、いい。私それ大好きなのね。この間も食べたんだけど、内側にチーズがビエニンって入ってるオムライス一番うまい。わかる？じゃあもう不採用でいいですか、これ。いただきます。どうですか、先生？うまい。うまい？うまい。おいしい。でもチーズ欲しいかも。いただきみゃーす。ケチャップついてない。え、ついてるんですよ。私あんまりね、酸味に弱いんで。みかんちゃんなのに。ここにここでちゃうよ。どれ寝てる？寝てしまってる。私はこうしていつも卵の感じが噛みってます。これ噛みだね。卵マジです、100点ハンバーグです。ハンバーグ意外とケチャップでいける可能性もありますよね。いや、ある。でも何もつけないから。いただきます。今、まあ、おいしい。あれ、濃い味にはちょっと足りんかもなっていう。それがうまいんですよ。でもあれだって、これ絶対合うよ。あの、これ、いや、これうまいんですよ。おろし、和風おろし、うまい。これや。何それ。結構従業員の中にはこっちのソース派がいて、自分もこっちで食べます。うまい。まあね、私さ、これのハンバーグ定食にしたい。うまっ。ぶっちゃけでも、それとマヨネーズやばいんですよ。それそれ、マヨネーズハンバーグマジやばいんですよ。あ、やばい。これ中学高校時代だったらもうやばいって。いやいや、これやばいっすよ。これえぐいんですよ。うまい。うん、うまい。あれ、もうこんな感じで。言ってる、言ってんな、それは。私このソースに絶対ぐるぐるって混ぜちゃっていいと思う。おいしい。うまっ。うまい。やるね。めっちゃおいしい。まあ当たり前においしいよね。いや、まあね、まあね、まあね。ナスもちょっといってみましょう。はい。でかっ。うまそう。うますぎる。小鉢定食にする。ナスの小鉢。ナスの小鉢定食。これとこれと味噌汁。太田さんにもちょっと聞いてみよう。はい。この二択ね。男の意見と。完全にこっちの方ですね。いや、私も分かんなくなってきちゃって。で、一回こっちにポン酢足してみていいですか？あ、いいよいいよ。ちょいポン酢感強めます。しょっぱ。入れすぎた。入れすぎた。うん。がさっきのでいいや。ごまだれにします。で、ピーちゃんはどうする？これで、うん、なんかこの辺に添えます。あ、じゃあさ、野菜の。あ、この辺とかに。マヨネーズ添えるか。こんな思いつきでさ。出した案を一生懸命作ってくれて、なんか申し訳ないですね。ありがたいじゃなくて、カムサムイラ。チャンネル登録お願いします。さあ、ということで、いろいろ細かいところも決まりましたね。はい、美味しかった。美味しかったです、本当に。
想像以上だったね。ね、自分たちは見た目も、見た目も味も全部。絶対嬉しいと思う。良かったからこそめっちゃ悩みました。ね、多く出た方が勝ちで。うん、あ、そうだった。忘れました。負けた方が皿洗いですよね。本当に皿洗いするんで。それ YouTube 撮らないんですよね。しかも。皿洗い。いや、太田さんがあの。iPhone でねえせめて GoPro 持ってきてよ。30分やるんですけど、撮るのは最初の5分だけ。自分のメニューに対する思いちょっと言っとこうか。私のメニューに対しての思い、いや本当にめちゃくちゃ時間かけてソースを選びましたんで、今回ご飯に合うソースとなっております。体にも優しい、お野菜もいっぱい取れる、こんな健康的な定食ぜひお召し上がりください。名前は、名前は君の名は豚しゃぶ定食でいきます。豚しゃぶ定食、はい、はい、お願いします。宮城のメニュー結構がっつりしてるのも、うん、多いので、その中でもちょっと昔をね、うん、思い出して、うん、お子様プレートならず、はい、大人の人も楽しめる大人オムライスプレートでいいですか。大人オムライスプレート28日か10日ぐらいの予定なので、その間にぜひ、はい、食べに来てください。宮城に足を運んでください。お願いします。食数なんでね、はい、来た回数分あれなんで、はい、あ、1日で5食食べてもらえるお願いいたします。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。